ローレンウッズローレンウッズはアメリカ合衆国のバスケットボール選手。水売り州セントルイス出身。身長218センチメートル、体重117.9キログラム。ポジションはセンター。大学はウェイクフォレスト大学に進み、1年目はティム・ダンカンのバックアップ役を務めた。体格が近いことから、ダンカンが NBA 入りした後もたびたび比較された。 3年生の時にアリゾナ大学に転校し2年間主力として活躍したウッズは多くの関係者から2001年の NBA ドラフトで1巡目指名を受けると予想されていたが2巡目全体の46番目でミネソタティンバーウルブズから指名を受け NBA 入りすることとなった NBA 入り後は主にセンターのバックアップで起用されウルブズで2シーズン過ごした後 2003年8月にマイアミヒートと契約、2004年8月にはトロントラプターズと契約した。ラプターズでは1年目の2004から05シーズンに先発で30試合に出場し、平均3.9得点、4.9リバウンド、0.9ブロックと自己最高を記録したが、翌2005から06シーズンは出場機会が減少した。 2006から07シーズンは、開幕前にサクラメントキングスと契約したものの、シーズン前に解雇された。その後、リトアニアの BC チャルニリス、トルコの FS ピルセン SK でプレーした後、2008年3月28日に、ヒューストンドケッツとサインした。ありがとうございます。